オーベルビリエは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンドニ県の都市。パリの北側に位置する。パリ周辺の地図。赤く示されているのがオーベルビリエ。パリの北に位置し、サンドニ・ウンガが、町の西側を南北に横切る。最も古い記録は、1059年のアルバーティ・バレア、という名称である。ビリヤーズは、ラテン語のビラや、農場や、 村などから派生した言葉である。そのため、この地は、メロビング町、カロリング町の間は、農業地帯であったと推測される。アルベルトの部分は、ゲルマン語の人名、アダルバートスが変化したもので、その後、より一般的なオーバートへと変わっていった。このゲルマン語は、ノルマン人の中から来たのではないかとされる。長い間、オーベルビリエは農民たちが暮らす土地であった。 1821年5月13日、サンドニウンガが開作される。1843年、パリ防衛の一環として、ティエールの城壁から少し離れた、この地に、オーベルビリエ要塞が建設され、その敷地は、オーベルビリエに併合された。19世紀半ば、産業革命の波と拡張したパリは、隣接するオーベルビリエの状況を一変させ、工業地帯が、運河沿いに作られた。 1870年のパリ後遺戦の期間中、オーベルビリエの行政機能はパリのストラスブール大通り20番地に避難した。1877年に路面電車が市内に到達した。19世紀終わりには小さな町の運命は8世紀の工業化社会にすでに組み込まれていた。ベルギー、アルザス、ロレーヌ、ブルターニュ、スペイン。 イタリアからの労働者が次から次へ首都よりも家賃の安い郊外のこの地へとやってきた。この70カ国以上に及ぶ多種多様な根交はこの町の歴史を特徴づけることになった。オーベルビリエとパンタンとの境界付近にあるキャトルシュマン地区は1866年に設置されたガラス工房で働くためにやってきたプロイセン人の移民が多かったため、無別的に ラップチプルースと呼ばれた。この地区の民族的アイデンティティは19世紀末に地区の独立を求めるまでに至らせたが実現することはなかった。1970年1月1日、5人のアフリカ人、労働者が暖房の不備による酸欠で死亡した。この事件は高い注目を集め移民たちの住環境について議論が行われた。 1>, 1月10日に行われた葬儀は私的であったにも、かかわらず、アルジェリア生まれの作家カテブ、ヤ野心、ジャンポール・サルトル、ミシェル・ロカールといった著名人や、ゴーシュ・プロレタリアンヌの人々が参加した。2日後には、オーベルビリエのスラムを、ジャック・シャバンデルマス首相が訪問した。1970年には、パリメトロ7号線のホールド・オーベルビリエ駅及び、 オーバンタンイコールキャトルシュマン駅が開業した。オーベルビリエにある企業の25%が中小企業である。一方で、価格工業のロディア、35番、公営企業として、オレンジ、デラ、ラポスト、パリメトロがある。オーベルビリエの失業率は高く、最悪で23.3%に達したことがある。年間所得が1603ユーロという貧困層が多い。 イルドフランス地域圏有数の都市である、出身者ゆかりの人物、ありがとうございます。